りという過ちを犯すのであろう。それは確かに対空車両がいないであろう序盤に敵の主力を一気に叩く上で非常に効率的である。だがしかし、私は一つもの言いたい。私は敵の戦車とガチンコで撃ち合い、命を燃やすべくこの戦場に立っている。それは決して開幕からからの脅威に突っ飛ばされるためではない。だからこそ私は貴様を拒絶する。問題、筋トレゴムの無糖と言われているのは次のうちどれか。1、プロテイン。2、炭酸抜きコーラ。3、紅茶。ここは無難にプロテインかな。いや、2の炭酸抜きコーラだね。脇で見たから知ってるんだ。普通、はい、みんな困るだし、正解は紅茶に決まってるんだよな。腹立つ。そもそも紅茶が筋肉の成長を促進するなんて聞いたことないんだが。うわ、吉田くん常識なさすぎ。もう一度ホグワーツ1年生からやり直してきたら、英国政府発行ハンドブック、健やか紳士の17ページにちゃんと記載されてるんだけど、ほらここ。戦闘上がりと筋トレ後には紅茶が一番だっちゃ。せ、なんだその怪しげなハンドブックは。作ったやつさっさと辞職させろ。巻末にはボリスって署名が入ってるわけだ。はい、この話はやめやめ、さっさと解説に移るぞ。で、今回使ってく車両は、ああ、今まで言わんでもわかる。イギリス戦車だろ。雑誌が寄って助かるよ。見たまえ、このさ、箱な高等デザイン。こんなデザイン採用するのなんてイギリスのあの会社しかあるまい。チャレンジャー2、イギリス陸軍が誇る最新 AMDT。改良型にはなりますが、今でもバリバリ現役の戦車ですね。パート129で登場したチャレンジャー1の発展系にあたる本車両。見た目こそ似ている部分も多いですが、その性能はもはや別物と言っても過言ではありません。設計担当はロイヤルオードナンスからチャレンジャー1の製造を引き継いだビッカース社。ビッカース、ああ、なるほど通りで。む、どうしたのかね吉田くん。いや何、このやたら切り立った箱型のデザインはどこかに覚えがあると思ってな。なるほど、あのビッカースマーク7作ったところのデザインだったのか。西側 MDT って基本は箱型デザインではあるけど、この会社の戦車はなんというかずば抜けて箱って感じよな。何を言う、 BR7.7 のビッカース MDT とか箱って感じではないだろ。いや、あれもあれで同世代の他の戦車と比べるとなかなか箱感あるデザインだと思うが、まあなんというかあれだ。別に好みの問題だからいいけど、味のあるデザインの会社なのは間違いないよな。それは否定できない。さて、チャレンジャー2の解説に戻りましょう。1からの改良型だというのはさっき話しましたが、大きく変わっているのは見てわかる通り砲塔のデザイン。チャレンジャー1では全幅ギリギリまであった砲塔の幅を若干カット。その分若干ですが砲塔の高さが増しました。そのため、横から見た時のシルエットは1に比べてかなり大きくなってるのが特徴です。OVM がほとんど何もついていないのがより一層壁感を引き立ててますね。砲塔上部のデザインも、1ではチーフテンの名残が多く残ってましたが2になってそれも一切なくなりました。無駄を一切削いだデザインって感じですね。それ以外にも、1で砲塔右側に設置されていた前天候型照準サイトが砲塔基部平動してます。これは砲塔正面の装甲を削ることで設置し、防御力低下の原因になってたことへの対処のほか、飛行と照準機の距離が離れすぎることで砲手の射撃能力低下の原因になってたことへの対策だと言われてます。しかし飛行機部にあるとそれはそれで射撃時の爆炎で弾道の観測がしにくいとも言われてますし、どうなんですかねこれ。他の国の戦車と同じような照準機の配置にしないのは何か訳があるんですかね。そこについては私は詳しくないのでよくわかりません。あ、それと面白いのは1で消えていた防準が2で復活してるところ。レオパルドとか各国戦車を見るとわかる通し、現代戦車で構造上の弱点となる防準は小型化する傾向にあります。しかしそんな流れにあえて逆らう形で大きな防準を採用したのにはきっと大きな訳があるに違いありません。この辺についても詳しい人いたら教えてください。1と2の比較は以上。続いてはゲーム内の性能についてですね。2になって一新されたのはデザインだけではありません。内部に封入されている複合装甲も新型を採用。これにより砲塔、車体ともに防御力が飛躍的に向上しています。対 APFSDS で砲塔正面は脅威の 770mm。現在ゲーム内でこれを貫通できる APFSDS はありません。対 HEATFS では 1000mm。ほとんどの車両相手に抜かれることはありませんが、ソ連の DMPM が装備する 1200mm 貫通のタンデム ATGM だけは防ぐことができないので油断はしないように。車体上部も対 APFSDS で 570mm 以上とかなりの硬さ。車体装甲の薄さに泣かされる西側 MDT の中では何気に一番車体防御力が高い方ですね。ただし位置から変わらず車体下部には一切複合装甲が入っておらず 70mm の通常装甲のみ。角度がついてるとはいえ、どんなに頑張っても 100mm 前後までにしかならないです。ここだけは絶対に撃たれないように。新型複合装甲の防御性能については以上。あ、そうそう、2になって大きくなった防準ですがゲーム的には当然弱点となってます。表層に 30mm、その後ろに 200mm の近質圧延鋼板が仕込まれていますが角度考慮しても 300mm 以下しかありません。そのためこの部分撃たれると漏れなく後頭後部までぶち抜かれちゃうので注意。頭が硬いからといって棒立ちしてると痛い目見ることになります。
それからこのチャレンジャーにはフリーザ様ほどとまで生えきませんが、もう一段階変身を残しています。回収項目のドーチェスター E というのを開発すると、車体前面側面に大掛かりな複合装甲および爆発反応装甲が装着されます。これにより防御力が向上するだけでなく、見た目がかなりマッチョになって壁感が薄まります。チャレンジャーといえばこのゴテゴテ感でしょってところあるので、ぜひとも最優先で装備したいところ。性能は車体正面の ERA、 側面の複合スカートは対 AP で共に 30mm 程度、対 HEAT では正面の ERA が 300mm、 側面の複合スカートが 400mm ってな感じですね。あくまで増加装甲なので過度な期待をするのはやめておきましょう。最後に攻撃力について、2では秘宝 L30H という新型に換装しており、砲弾も同じく新型の L26 を使用可能。貫通力は最大 471mm と BM33 ほどとまではいかないまでも、他国と同等程度の貫通を手に入れました。ただし 120mm 砲弾としては初速が遅めで秒速 1550m しかないので、偏差値には注意が必要ですね。といったところで性能の解説は以上。ごたくはいいからさっさと実戦見せろって人がほとんどだと思うので、さっさと試合に戻りましょうか。105 106 107、ダメだ。どうした吉田、腕立て伏せ程度で縛っていては敵に勝つことなどできないぞ。はぁ、はぁ、はい。吉田くん、頑張るんだ。これを飲んで元気を出して。これは。あ、ダージリンだ。うわぁ、アップ。でもなんだろう、この感じ。体に、力が湧いてくる。ほう、ダージリンティーですか。やりますね。炭酸を抜いたダージリンティーはエネルギーの効率が極めて高いらしく、レース直前に相違するマラソンランナーもいるくらいです。それに特大タッパのオートミールとスコーン、これも速攻性のエネルギー食です。しかもうなぎベリーも添えて栄養バランスもいい。口の中の水分がスコーンに吸われてカタカタに。ま、脇ごっこはそこまでだ。 A の中に敵がいるぞ。お前がやらせたくせに。まあいいや、まだ敵は見えないな。多分噴水の向こう側だろ。さすがにこっちまでいきなり突っ込んでくる敵はいないだろうしな。ただエンジン音はする。敵が拠点を踏み切ってからが勝負だ。さばき切るぞ。さて、どう動くかな。味方が周囲にいないのがちょっと不安だな。おっと、あれは捕らえた。浅いか、報酬やりきれなかった。だがちょうど敵は木の陰だ。これならバレないうちに。OK、ありえてるか。でも今の気が疲れてなかったんか。もしくは気づいてたけど構わずないからってので逃亡を図ったか。まあなんでもいい。開幕貫通お化けのありえて含めて2両も食えたのはでかいぞ。む、あれは間に合わなかったか。手前のエイブラムスに当たっちまったな。フレンドリーファイヤー、少ない。そりゃ分かったいいだろう。あの状況だぜ。味方に当たってもダメージ入らないって分かってるなら報われないが、ダメさが何もいないだろ。味方からの信頼を失うというリスクについては考慮しなかったのか。俺たちは所詮ただの傭兵。信頼や信用なんてのは無縁の存在か。と、それよりも後ろからエンジンを撃ってきた。浅いか。さすがに側面は危険すぎる。車体回せ。間に合うか。危ねえ。相手は撃った。反撃のチャンスだ。でも、こうはられた。敵のエンジンも止めてる。急いで交代。ここまで来れば大丈夫か。と、せっかくのチャンスだったってのに余計な邪魔が入ったな。しかも走り打ちでうまいこと棒順に当ててきやがった。あやなかなかの手だれかもな。修理終わったら手合わせといこうか。さあ来い。そこだ。その前に味方が仕留めたか。まあ生き残ったし結果オーライということで、 A 方面はとりあえず制圧できたみたいだな。次は B に向かえ。フェンスになってるから多分敵が攻めてくる。案の定 B が取られたな。まだ中に敵がいるみたいだ。右にいる味方が交戦してる。そこだ。うち、鉄線命中、D72B 撃破。む、その後ろにも敵 A。そこだ。浅いか。だが飛行は潰した。次で決着だ。車体角を狙って。おっと、正面もいてくれるか。真正面もいてくれるとドライバー差し狙いやすいから助かるぜ。それにこいつは断面硬いからある程度この木に打ち抜けていけるのがいいね。扱いやすい子だ。さて、サクッと B の中も傾いたことだし拠点区にしまおう。そして拠点区に終わったら A に引き返すぞ。おーい、せっかくこっちまで来たのに戻るのかよ。それよ、味方が手こずってる C の援護に行くべきでは。それもありではあるが、まだ C にはいくらか味方が残ってる。それよりも A にいた味方が続けて敵に食われてるし、独立になってやがる。だとすらそっちの防衛が優先だろ。ほら、案の定敵が A に入ってやがる。と、一旦停止だ。おん、どうしたってんだ。 C、聞こえるか。あ、いるな。周囲に味方はいないはずだから敵のエンジン音だ。そこだ、吹っ飛べ。OK、D64B 撃破。ここら辺は敵のリス近くだからな。早く A に行きたい気持ちもわかるが慎重に行かないとな。うん、この音は。おっと、いるじゃねえか。悪いな、吹っ飛べ。
ボトムズ派。このまま A に乗り込むぞ。味方が食われまくってる。少なくともレオン系が2両いるはずだ。まずは1両。2打点。浅いか、だがボーストリタイアってる。次で終わりだ。操縦席を狙って。吹っ飛びな。レオン系撃破。もう一人いるはずだ。逃げられる前に急げ。拠点が踏まれてない。おかしい。ログでは確かにもう一人レオン系がいたはずだが、まさか回り込んできてる。奴の足だ。その可能性は大いにあるだろう。とすればどこで待ち伏せるべきか。ここの角でいいか。ここなら正面的リス側と左側通路以外からは撃たれないはず。あとは音聞きながら待ってるだけだ。おっと、これは予想大当たりじゃないか。狙って狙って。と、あたい。よし、だが弾いた。く、艦砲から方針守れ。よし、諦めたか。ふん、レオン系撃破。敵のチケットも切れた。我々の勝利だ。というわけで8キルに足に専用霊ですで。勝ちましたー。今回は本当にうまいことハマって大量キルに繋がりましたね。高ランクでここまでハマることってなかなかないので爽快爽快。今回はチャレンジャー2の大きな特徴である防御力の高さについては、垣間見えるだけで本領発揮とまではいかなかったですね。ただそれでも防御力高いおかげで結構大胆に動けてるなっていうのは見て分かったと思います。車体下部の弱点のみが取り上げられることのが多いチャレンジャーですが、車体上部はかなりガッチガチなので他の西側 MDD より実は車体の弱点は小さかったりします。なので思ってる以上に走行に頼った運用をしやすいってのが使ってみた感想ですね。チャレンジャー2はこれの後にももう一両使えてますし、実はまだ実装されていない強力な砲弾があるとかないとか、意外にも未来は明るい車両かもしれません。それでは本日はここまで、また次回お会いしましょう。ダバ。